どうも、こんにちは。タレントでモデルのペコさんがミセスユニバースジャパン2024のスペシャルトークセッションに登壇。昨年7月に旧姓したパートナーリューチェルさんとの思い出を振り返りました。イベント冒頭、ペコさんはお気に入りのドレスを身にまとい、ランウェイをウォーキングして会場を沸かせました。人生のターニングポイントを問われると、ペコさんは自身のブランドを立ち上げた時と答え、洋服を作り始めて自分の作りたいものよりも売り上げの利益を考えないといけない状況になって、どうして私が作りたいものではなくて世の中に合わせなきゃいけないのと、お洋服を嫌いになりたくないからやめようかと思ったと当時の心境を吐露しました。ペコさんは洋服作りを続けた理由として、普段は何事にもそうしなそうしなと全肯定の姿勢だったリューチェルさんとのエピソードを語り、リューチェルさんにこんなにやめたいって言ってるから言うのは辛いけど、ペコリンは絶対にお洋服を作り続けるべきだよと伝えられたことを明かしました。リューチェルさんの言葉に感化されて、ペコさんはもうちょっと頑張ってみようかなと思った。新しくブランドも始められたり、今もお洋服を好きでいられ続けている、めちゃくちゃ感謝していると笑顔を見せていました。またペコさんは今月11日に6歳の誕生日を迎えた息子とのエピソードを語りました。出産後に仕事を休んでいた期間は、ラッキーなことにリューチェルがお仕事頑張りたいと言ってくれるタイプで、私は息子が帰ってきた時におかえりと当たり前に言える存在でありたいなと思っていたため、リューチェルさんと考えが一致、お互い支え合いながら過ごすことができたと言います。リューチェルが外で頑張るよと言ってくれて、私は思う存分息子と向き合える安心感で選択ができたと振り返っていました。今月11日、6歳になった息子は6歳になってどんどん反抗的になっていってますし、うまいこと私を手のひらの上で転がしてくると言い、成長を感じる毎日だと語っています。またペコさんが苛立っていると、ママ可愛いねと機嫌を取ってくれる息子の姿にもうってなっちゃうとメロメロで、うまいことやりよるなと母ながらに感心していると言います。成長していってるなと感じますと息子の話になると笑顔がはじけていました。そんなペコさんですが、20日放送のアナザースカイでは、自身にとって特別な場所グアムへ行き、昨年亡くなったリューチェルさんとの思い出を語っています。ペコさんにとってグアムは幼少期から10回以上は訪れている場所。昨年の夏休みには息子ピンクくんがグアムのサマースクールに1ヶ月通い、ペコさんも一緒に滞在しました。グアムに根付いている、自分がいいと思ったらそれでいいやんというマインドにペコさんは共感。子供の頃から人と同じがすごく嫌だったと明かし、人とかどうでもいいやんという自身の基本マインドを思い出させてくれる場所だといいます。昨年はサマースクールに毎日お弁当を持っていかないといけなかったため、キッチン付きのホテルを選んで滞在。全く違う世界の学校に行くのはリンクくんにとっても初めての経験で、最初はもしかして泣くかなと心配もありましたが、リンクくんは涙を見せず、ただすごい力でママの手を握って行ってきますと出かけていたのだとか。そんな息子の姿を見てすごい頑張ってるんだなと感じたというペコさん。徐々にお友達と遊んだ報告をしてくれるようになり、世界がまたちょっと広がったんだなと嬉しく思ったと1年前を振り返りました。日本ではインターナショナルスクールに通っていますが、そもそもペコさんが息子をインターナショナルスクールに通わせたいと思ったのは、当たり前に目の色が違う、肌の色が違う子が周りにいる環境で大きくなってほしいと思ったからだと言います。人と違うことが当たり前でそれが素敵だというペコさんの中心にある考えから来ているそうです。しかし昨年7月、グアム滞在中にペコさんとリンクくんは家族の訃報に直面します。リンクくんの5歳の誕生日を家族で過ごすため2泊3日でグアムにやってきたリューチェルさん。その時大半の時間を過ごしたのがグアムで最大級のショッピングモール、マイクロネシアモールで、お誕生日プレゼントを選んで買ったり、室内遊園地で大はしゃぎして遊んだり、翌日にはリンクくんをサマースクールに送った後、2人でレストランを訪れ、グアムに来てからの様子や
仕事の話など他愛のない会話をしたといいます。訃報が届いたのは帰国するリューチェルさんを空港まで見送った翌日のこと。日本からの電話を受けたペコさんの頭に一番最初に浮かんだのは、何してんねん、嘘やろ、息子には今すぐには悟られてはダメだという思いでした。リンク君を寝かしつけた後、部屋に来てくれた友人の前で泣き崩れてしまったペコさん。その時友人がかけてくれた、ペコちゃん今が一番頑張る時だからね、という力強い言葉は、辛いよね、大丈夫、という心配の言葉よりも自分の背中を支えてくれるようなありがたい言葉だったそう。翌朝目覚めたペコさんに、友人はおにぎりを握って食べさせてくれ、レンタカーや飛行機の手配をはじめ、サマースクールへの連絡など諸々の手続きも代行してくれました。ペコさんはあのおにぎりの味は一生忘れられないと振り返りました。今回番組で訪れたグアムはその時以来、訪れる前は怖いというよりどういう気持ちになるんだろうと思っていたというペコさんですが、もともと大好きなグアム、息子の誕生日もお祝いしたグアムで、リューチェルの悲しい出来事を知った場所じゃなくて、3人で最後にすごい楽しい時間を過ごせた場所というふうに思いたい。改めて訪れたことで、次に息子と来た時にしっかり楽しめるな、ダダとこれで遊んだねって心から言えるなって思いました、と語っていました。そんなペコさんは新たな一歩を踏み出していました。ペコさんは昨年12月にリューチェルさんが亡くなった渋谷区内の事務所を引き払いました。現在は同じ渋谷区内ではありますが、別の場所に事務所を移しています。以前のオフィスはピンク色のソファーや絨毯で彩られ、リューチェルさんこだわりの部屋でした。その一室で YouTube 配信するなど、二人の思い出の詰まった場所だったと思います。これまで二人の所属事務所の取締役はリューチェルさんの親族らが務めていましたが、新たな個人事務所には代表取締役としてペコさん一人だけが登記されています。彼女は離婚した今もリューチェルさんの姓を名乗っていて、志半ばで亡くなった元夫のことも背負って生きていく覚悟なのかもしれません。事務所を一新する前の昨年11月、長男と沖縄を訪れたペコさんは、その理由について自身の SNS でこう語っていました。リューチェルが昔からずっと息子の七五三は自分の七五三の時と同じ場所で同じように写真を撮りたいと言っていたから、それを叶えてあげたくて、家族写真ではもちろんリューチェルも一緒に、僕がお写真持つと言ってくれていた息子、とびきりの笑顔でしっかりリューチェルの写真を抱えてくれた。悲しい出来事があったペコさんとリンク君ですが、リューチェルさんとの思い出は二人の心の中に残っていくのではないでしょうか。これからのペコさんの活躍に注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。